はい、こんにちは、すーです。村子さんがつぶやきまして、昨日から引き続き夏休みイベントで新たに登場するモンスターの図鑑画像を一部ご紹介しますとのことです。はい、ちょっとね40分前で、遅くなってしまったんですが見ていきたいと思います。まずは、波際の寒流学士マリエルが登場ですと、見ていきたいと思います。はい、ちょっと、まずはアニメーションを見ましょうかね。マリエルと、これなんだ、もう一体ロッタロッタか、かき氷、かき氷かなんか食ってんのか、食べさせてますね。あ、画質がちょっと良くなった。うん、なんかアニメーションは結構地味地味って言ったらあれだけど、あ、聴覚生もこれ見せてくれるんだ、これいいですね。ちょっとこの状態で見ていきましょうか。じゃあまずリーダースキルね、7コンボ以上で攻撃力が23倍、4色以上同時攻撃でダメージを半減、2コンボ加算、ドラゴンと攻撃タイプの HP が 1.7 倍と。はい、 1.7 倍半減リーダーですね。多色なんだね、なるほど。タイプ指定の4色以上の多色、最大倍率23倍の2コンボ加算なんで火力は高そう。まあ多色はこのぐらい火力欲しいですよね。色がやっぱり分散しちゃうからさ、火力がどうなんでしょうね。まあドラゴンタイプは分かんないけど、攻撃タイプの縛りであればそれなりにキャラは充実していると思うので、まあまあなパーティー組めるんじゃないかな。まあ今の環境がね、どう考えても単色有利な環境になっているので、多色っていうだけで、若干評価は下がりますが、 1.7 倍半減のニコモカさん23倍リーダーなんで結構強いと思います。次に覚醒スキルね、スキブプラススキル封印耐性指プラス、スキルチャージ1個、4色以上攻撃が、3つ、3.5 の3乗なので42倍ですね。火力めちゃめちゃ高いわ。攻撃力も297なしで110レベル4598なので、これ火力めっちゃ高いっすね。さらにガドブレ、聴覚性は耐性、暗闇、お邪魔、毒のプラスのやつがそれぞれあって、スキブプラス、L 字となっております。覚醒は相当優秀ですね。スキル12ターンで全ドロップのロックを解除し、6色陣3ターンの間、回復力とドラゴンと攻撃タイプの、攻撃力が3倍と。なるほど、回復力とエンハンスですね。12ターンか、まあスキルチャージがあるから最短6で打てると思えば、6色陣と、攻撃力と回復力3倍、エンハンス3ターン分は結構強いんじゃないかな。多色で使う前提なら、まあまあ、まあまあっていうか相当強いと思います。一応レアリティ的にもこれはレア9かな?サイリアのキャラですかね?なかなか強そうな感じに仕上がってる。まあただね、ぶっちゃけた話ですよ。多色の中では相当強い。これは間違いないんですが、昨日紹介のあった、これですね、トールとか、デネボラ。まあデネボラはちょっとお邪魔とかね。あのマシンタイプの倍率とかなんで特殊ですけど、まあ通るかな、こっちの方が実際強えんじゃねえか説はあるんじゃないかなと思ってます。やっぱり単色の方が、まあ、環境的に、強いですよね。まあマリエルね、火力はめちゃめちゃ高いですし、聴覚性もね、耐性全部持ってて優秀なので、まあ多色の環境が来れば、うん、来るか分かんないですけどね、まあ来た頃にはもっと強いキャラがいるかもしれんし、多色の中では相当強いと思います。何回も言うけどね。はい、ということでマリエルでした。まあイラストがね、非常に素晴らしいですね。これなんかもうちょっと高画質で1枚欲しいな。あと本当にあのかき氷邪魔、かき氷そこ変われっていう感じですね。これかき氷マジ、これどっかでかき氷なくなんねえのかな。ダメだ、全部かき氷あるなこの位置。はい、ということでマリエルでした。さらにマリエルは、マリエルの常夏フラッペにアシスト進化させることもできますと。見ていきましょう。はい、こちらですね、アニメーションがありますね、光ってますね。お、消えました。浮いてます。あ、出てきました。はい、この繰り返しね。 OKOK、 覚醒は泥鏡が3つに、回復泥鏡1個 L 字と、まあ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 、スキル12ターンでマリエルと同じものがついてますと。まあ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 って感じだな。まあ、覚醒はね、泥鏡さんに回復泥鏡に L 字なんで、まあ、L 字盛りつつ回復泥鏡もつけつつ、泥鏡欲しいよみたいなピンポイント採用ですかね。まあ、スキルはね、まあ別に悪くはないですけど、まあこれはあのマリエルのスキルチャージあってこその12ターンだと思うので、まあわざわざスキル目的で採用するのはあんまり来ないんじゃないかなと思います。はい、ということでフラッペでした。で、さらに昨日ご紹介した内輪のアシスト進化とは別に、一部モンスターには水着のアシスト進化も実装されますと、見ていきたいと思います。まずはエスカマリの水着。おい、エスカマリの水着、上も下も、これ水着取られたエスカマリどうなってんだよ、そっち見せろ。覚醒はスキル封印耐性たこ焼き、毒耐性、スキルは10ターンで、キー回復お邪魔毒を水に変換、10ターン内では水目覚めですね。これ多分エスカマリのスキルがそのままついてる感じかな。悪くないんじゃないですか、スキル封印耐性に毒にたこ焼きで。次に、
風神の水着、風神の水着めちゃめちゃ際どいなこれ。覚醒は倍の耐性プラスチーム回強化が2個オービーですね。スキル19ターンで4ターンの間ダメージ吸収無効か、自分以外の味方スキルが1ターン溜まると。4ターンダメージ吸収無効じゃん、すげえな。あれ、防乱の風袋、これってさ普通の風神のスキルだよね。4ターンだったっけ、あれ4ターンじゃなかったよね、強化入るってことか。長いですね。これは多分通常のフェスゲンの方もいじられるっていう認識でいいのかな、この感じだと。はい、ということで、違うよね、今これじゃないよね、強化だよねこれ、俺が知らないだけ。次、メタトロンの水着。あー、いいですね、シンプルイズベストみたいな、これ好きな人多いんじゃないですか。あのイラストの話ですね。覚醒は倍に耐性、ダブルキラー、攻撃キラー、回復キラーと。スキルは3ターンでクイックキュアですね。回復力かける8倍の HP 回復、消せないドロップ倍の覚醒無効状態を5ターン回復と。5ターンであればね、最低限使えますね。いや、最低限っていうか、5ターンだったらあれだな。あれ、元から5ターンだっけ？あ、元から5ターンなんだ。これが3ターンに短くなってんだ、4ターンのやつが。一旦スキル速くなってますね。まあ、キラー武器として使うときは、正直このスキルターンの軽さは、ちょっと嫌ですけど。まあ、最悪、回復系スキルとしても使える。はい、ということで、水着でした。その他イベントの詳細は明日公開予定ですのでお楽しみにということです。おそらく明日水着ベロアの詳細が出ることでしょう。いや、俺はね、正直もうそっちしか気にしてないです。マリエルとかもねいいですけど、まあ、やっぱ水着ベロアに、どれだけ使える性能になってもらえるか、ここが非常にね僕としては重要ですね。昨日の動画でも言いましたが、なんとか最前線で、まあ、多少なりとも使えるキャラクターになってくれたら非常に嬉しいですね。ちょっとそのあたりの期待も込めて、明日楽しみにね待ちたいと思います。はい、ということで、皆さんね、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。コメントもね、残していってもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。